こんにちは、ナッキーです。今日はですね、乗馬の2つの流派、流派というか2つのスタイルについてお話ししたいと思います。で、2つのスタイル、1つはですねブリティッシュ、もう1つがウエスタンです。簡単なイメージで言うと、ブリティッシュは障害を飛んだり、馬場馬術のようなですね、ちょっと貴族なイメージですね。ベルサイユのバラなんかをイメージしてもらうといいと思います。で、一方でウエスタンはどんなイメージかというと、トイストーリーのウッディのようなカーボーイですね、草原を駆け抜けるような、そんなイメージで、持ってもらったらいいかなと思います。で、もう少し細かく言うとですね、ブリティッシュとウエスタンというのはスポーツ化された馬術としてカテゴリーが分かれています。ブリティッシュというのは障害飛越、馬術、また総合馬術ですね、クロスカントリーなんて言い方しますが、それが、ブリティッシュです。で、ウエスタンというのはレーニング、トレイル、プレジャーなどの競技を指します。ちょっと細かい競技についての説明はここでは割愛させていただくんですけれども、この2つのスタイルがスポーツ馬術としてカテゴリーとして分かれています。ではブリティッシュとウエスタン何が違うのかというとですね、簡単に言うとですね、ブリティッシュはもともとはヨーロッパから生まれた軍用の馬を乗るための訓練から生まれた馬術ですね。ヨーロッパ式の乗馬が、ブリティッシュだと思っていただいて結構です。で、ウエスタンっていうのはカーボーイですね、アメリカのカーボーイが牧場仕事で使っていた乗馬を、スポーツ化させていったもの、それがウエスタンになります。で、ブリティッシュとウエスタンの違いなんですが、まず乗り方ですね。乗り方、一般的にはですね、ブリティッシュはその手綱をこう割と短めにタイトに持って馬をコントロールする、手綱主体で馬をコントロールする。で、一方ウエスタンっていうのは少し手綱を、ルーズっていうんですけど、ルーズにして緩めに持って、で、こう体重移動で馬を操作する、そういったイメージですね。服装はですね、ブリティッシュは、キュロットといって割とこうタイトな服を着ることが多くて、ウエスタンはこういったですねジーンズで乗ることが多いです。あとは馬の違いですね。馬は、ブリティッシュは、日本ではですねサラブレッドが多いと思うんですけども、サラブレッドだったり、中間種という呼ばれる馬たちですね、セルフランセとかそういった種類が多いです。で、ウエスタンで使う馬は主にクォーターホース、大型のポニーだとか、そういった馬をですね使うことが多いです。で、あとは使っている道具ですね、これにも少し差があります。ちょっとね道具見ていただこうと思います。では道具の説明をしていきたいと思います。まず馬の背中に乗せる鞍ですね。この鞍はですね主にブリティッシュで使われている鞍です。割とつるんとしていて、かなり無駄をそぎ落としたような形ですね。座るところもこんな感じで、で、ちょっと大きい目のあぶみですけど、金具製のあぶみがついていて、このあぶみと鞍をつないでいる革は細いですね。あぶみ革っていう言い方するんですが、このような形をしています。かなり無駄をそぎ落とした、かなりスポーツ化された形になりますね。で、お次はですね、こちらがウエスタンの鞍になりますね。ブリティッシュの鞍に比べるとちょっとごつめというか、いろいろついてるんですけども、こういった部分ですかね。こうカーボーイが仕事するときにロープをかけたりする場所がまだ残っていたり、
ブリティッシュのクラに比べると割と大きくて、しっかりお尻が収まるような感じですかね。で、アブミも割と大きくて、このアブミとクラをつなぐこの部分ですね、この部分をまあフェンダーって言い方するんですが、大きくなっています。まあ、割と一日中前に乗っても疲れない、そういう作りをしてるんですけども、まあ、ちょっとまだそのカーボーイのお仕事の要素が残っているような形がこのウエスタンのクラですね。まあ、続いてはこのハミですね。ハミはですね、これはブリティッシュよく使われる一般的なハミなんですが、まあ、水六なんて言い方するんですけども、まあ、シンプルにここにですね、手綱をつないで直接指示をこう馬に伝えたりする形ですね。で、中がこう折れるタイプです。まあ、シンプルな形ですね。まあ、これはちょっとうちの子に使ってるので、まあ、これがない場合もあります。これがブリティッシュで、まあ、一般的に使われる形ですね。続いてがウエスタンで使うハミですね。まあ、ウエスタンでもちろんね、水録を使ったりいろんなハミを使うんですけども、まあ、ウエスタンではこういったですね、対録と言われるタイプを使うのが一般的です。まあ、水録と違ってテコの原理を利用してここに手綱をつけて、テコの原理を使って馬に指示を伝えるという形ですね。またね、こうハミの話はなぜこの形になっているかなんかはね、また違う動画で解説をしたいと思います。まあね、簡単にこう違いを説明させてもらったんですけれども、まあ、もしねこれから、まあ、乗馬を始めてみようという方でブリティッシュかウエスタンか迷われている方、まあ、中にいらっしゃると思うんですけども、まあ、ブリティッシュかウエスタンかっていうスタイルで、こう乗馬クラブを選ぶよりもですね、まあ、そのクラブの雰囲気だとかやり方ですね、トレーニングの仕方なんかも違ってますので、まあ、そっちを大事にね選ばれたらいいかなと思います。まあ、どうしてもですね、ブリティッシュかウエスタンかってこう線引きをしたくなる風潮が、まあ、あるんですけども、まあ、馬術としてはですね、まあ、スポーツ馬術としては明確な線引きはあるんですけども、まあ、楽しむ乗馬としてのね線引きっていうのは、まあ、別にブリティッシュでもウエスタンでも、まあ、あまりないと思うので、そもそもねこうブリティッシュウエスタンってこう分けてしまうのが、まあ、僕は不自然だと思うので、だから、まあ、競馬はねどっちなんだよって聞かれるんですけど、まあ、競馬は、まあ、分けるとしたらブリティッシュになり、じゃあヤブサメはどうなるんですかとかですね、またモンゴルの人たちはどうなるんですかって言われるんですけど、まあ、そうなってくるとやっぱ分けられないんですよね。まあ、日本式馬術でもあるんですけども、まあ、分けられないところもあるので、まあ、ブリティッシュかウエスタンかっていうのはあくまでもスポーツとしては明確な線引きありますけども、まあ、楽しむ乗馬としてはですね、あとまあ世界を広げると世界の中でいろんな乗馬のスタイルがあるので、まあ、明確な線引きっていうのはあんまりありません。まあ、私ナッキーのクラブでは、まあ、ウエスタンスタイルをベースにですね、ブリティッシュの要素も加えながら、子供たちがより上達するのに適したねスタイルを取り入れています。まあ、一貫性を成している通り、あまりねブリティッシュウエスタンカテゴリーに関係なくですね、その人に合った乗馬クラブ雰囲気とかですねやり方を見てですね選ばれたらいいと思うので、まあ、一応ブリティッシュウエスタンっていう2つのスタイルがありますよってお話で、まあ、違いとしてはですね、スポーツとしては明確な住み分けがされてるんですけども、まあ、楽しむ乗馬としては、まあ、あまり明確な線引きはないっていうことと、まあ、世界を広げてみると、まあ、ブリティッシュとウエスタンでもない乗馬っていっぱいありますので、まあ、それぐらいの違いしかないってことを思っていただければ結構です。まあ、馬に乗るっていう点ではですね、本質的には同じですので、まあ、若干ね動かし方とか馬に求めるものっては違うんですけども、まあ、人が馬に乗ってコミュニケーションを取る、で人が指示したことを馬にしてもらうっていう点ではですね、本質的には同じですので、なのでもし乗馬をこれから始められたいっていう方がいらっしゃいましたら、あまりその辺はこだわらずにですね、乗馬クラブを選んでいただけたらいいかなと思います。まあ、今日は
ブリティッシュとウェスタンの違いっていうお話でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。遊んでるよ。